それでは今日はちょっと第二次ナゴルノカラバフ紛争、現状での分析と地政学的意味ということで、お話をさせていただきたいと思います。で、皆さんあまりナゴルノカラバフ紛争ってあまりご存じないとは思うんですけれども、ちょっと本来時間があればちょっと第一次の方もお話しした方がいいんですけれども、ちょっと今日は時間がないので、本当にな、第一次の方は流してですね、第二次の方に、焦点を当ててお話をしたいと思うんですが、そもそもこのナゴルノカラバフ紛争、第一次、第二次という呼び方が定式化されているわけではないんですけれども、そもそも1988年から94年にあった方を、ナゴルノカラバフ紛争の第1次と言って、最近の第2次というような風潮がちょっと出てきましたので、便宜的に今回もそうさせていただきたいと思います。第1次ナゴルノカラバフ紛争というのが1988年から94年まで続きまして、で、それはソ連末期の動きからですね、始まっていったわけなんですけれども、ソ連解体後はソ連の内戦からアゼルバイジャンとアルメニアの戦争へという形で変わっていったという紛争になります。で、もともとはそのアルメニア人勢力がナゴルノカラバフと緩衝地帯、これがアゼルバイジャン領の約20%に当たるのですけれども、それを占拠したまま、紛争の方は凍結された紛争になりまして、統治は未承認国家になったまま、ずっとその後も小競り合いが続く状況にありました。で、OSCE ミンスクグループがずっと停戦交渉を一応担っていたんですが、どれも不調で、で特に出されている提案がこう全てアルメニア贔屓ということで、アゼルバイジャン側の不安、不信感がずっと募っているという感じが続いておりました。で、撤退を要求する国連安保理決議も4回出されたんですけれども、履行がなされないまま、ずっと長い時間が続きまして、で、そんな中で、今日お話しする部分に入っていくんですけれども、特にですね、今年大きな形で、再発した紛争前の、第1次と何が変わったのか、そして、その結果をどう評価できるのかという話を今回はしていきたいと思っております。で、こちら、コーカサスの民族分布図になるわけなんですけれども、非常に民族が入り乱れているところでして、で、ナゴルノカラバフはちょうどここの辺りにあたる場所になります。で、ここですね、非常にアルメニア人が多いということがお分かりになると思うんですけれども、アゼルバイジャンの中で、アルメニア人がいると。で、ここはソ連時代自治が与えられているところでした。で、他方でアゼルバイジャンには他の民族も結構いるんですね。こう、タレシュ人とか、レズギ人とか、バル人とかいるんですけれども、他の民族には自治が与えられてなかったために、他の民族からすると、こう、なぜアルメニア人だけがというような思いがあったというのも、また事実となります。で、あとですね、アゼルバイジャン人、イランにも非常に多くおりまして、イランにはアゼルバイジャンの約2倍のアゼルバイジャン人がいると言われております。で、次にちょっと地理を確認しておきたいんですけれども、これナゴルノカラバフの、地図になりますが、特に重要な場所だけお知らせしておきたいと思います。で、あと、ナゴルノカラバフという地名なんですけれども、これナゴルノっていうのはこうロシア語で山がちなと山岳地帯のみたいなこう意味なんですね。で、カラバフっていうのは黒い庭っていうのはこの地帯は山岳地帯で、非常に緑がもう生い茂ってて、緑があまりに深いと黒く見える、で、黒い庭っていうことでカラバフっていうことなんですけれども、これナゴルノっていうのはロシア語でして、で、アゼルバイジャンですと山岳にあたるダグルフカラバフとか、あと高地っていうことでユハルカラバフとか、あとアルメニア語だとアルツァフっていうふうに言われていまして、で、結構日本語のメディアで略してナゴルノ紛争っていうふうに言われるんですけども、あれはちょっとやめてほしいなと。なぜなら形容詞だけなのでちょっとおかしいんですね。で、州都はステパナケルトというところになります。この真ん中あたりです。で、これはアゼルバイジャン語だとハンケンディになるんですけれども、これもアルメニア人が多くて、非常にアルメニアにとって重要な土地なんですが、逆にアゼルバイジャンにとって重要なのはここの州舎っていう町になります。で、この州舎っていうところは
アゼルバイジャン人が非常にこの地では例外的に多かったところでなく、非常に多くの文学者とか詩人、もう文化のいろんな源となっておりまして、アゼルバイジャン人にとって非常に重要な心のふるさとでありました。でそれと同時にこちら の地図の下の方から見ていただきたいんですけれども、実はこのアルメニアからこのスーパーナケルトに至るためには、この州舎をこう通っていくことがとても重要なんですね。でこのアゼルバイジャン領にはこうラチンというところを通って、ここからずっとこう動いていくことが、まあ、とても大事なので、この州舎を取るか取らないかっていうのが、このナゴルノカラバフ紛争をもう分ける、命運を分ける上でとても重要な拠点になります。でそれはもう今回の紛争でもまざまざと出てきましたし、逆に言うと一時の時はもうこの州舎が取られて、まあ、アゼルバイジャンは諦めたということが、まあ、ありました。でということで、話に入っていきたいと思うんですけれども、まずちょっと4年前の話にさせてください。4年前、2016年4月に4日間紛争というのがありました。でこれは停戦の最大規模の軍事衝突でした。でロシアの仲介によりまして、4日間で戦闘は収束したんですけれども、まあ、その後も小競り合いが続きまして、明確な数っていうのは分からないんですけれども、多くの犠牲者が出たと言われています。でこの衝突によって、まあ、アゼルバイジャンは若干の非占拠地を奪還したということが、まあ、あります。でこの際はですね、双方が先制攻撃を受けたと主張しているんですけれども、まあ、アゼルバイジャン側の先制攻撃が、まあ、濃厚というふうにこう見られていまして、まあ、2014年からの、まあ、石油価格下落に伴う経済悪化で高まった国民の不満解消が目的 ではないかと見られているんですが、まあ、この時その非占拠地を奪還したにもかかわらず、あまりその国際的な批判が出なかったっていうのは、まあ、結構今回の紛争につながるものがあるんじゃないかというふうに思っております。でそして、まあ、今年になるんですけれども、まあ、今年の7月にまずトブズというところで、戦闘が起こりました。でこのトブズというのは、この地図見ていただきたいんですけれども、実はですね、ナゴルノカラバフとは全く離れているところ でこのナゴルノカラバフから離れたところでの戦闘というのは実は初めてなんですね。なのですごく注目されたということがあります。で特に注目された理由というのは、ここに走っているこう色はですね、実はアゼルバイジャンからジョージア、トルコに至るパイプラインです。石油天然ガスのパイプラインで、あと同時に鉄道も敷設されているところになるわけなんですけれども、まあ、そこの近くにこう攻撃を受けたということで、まあ、非常にパイプラインの、まあ、安全保障が懸念されたということがあります。でこの際、まあ、民間人約20人が亡くなりました。でその後ですね、実はアゼルバイジャンとトルコがこの飛び地のナヒチェバン、ここ実はアゼルバイジャン領なんですね。でここで軍事演習を行って、まあ、アルメニアを刺激したということがあります。でさらに興味深いのは、まあ、この2016年の4日間紛争でも、このトブズの衝突でも、まあ、欧米の反応がほとんどなかったというのが、まあ、非常に興味深い前提になっていると思われます。でそうして始まったのが第二次ナゴルノカラバフ戦争なわけなんですけれども、9月27日に紛争が、再発いたしまして、まあ、双方ともに相手の、先制攻撃を主張していましたけれども、まあ、アゼルバイジャン側からの、まあ、攻撃が、まあ、濃厚です。で紛争再発の、まあ、背景といたしましては、まあ、一応6つの理由があるというふうに思っております。でまずその、まあ、コロナ問題による社会不安ですね。であとアゼルバイジャンがアルメニアのニコル・パシャナン首相に対する圧力をいろいろと募らせていたということも大きいと思われます。で実はアルメニアの政治っていうのは、ナゴルノカラバフ問題が非常に深く関わっておりまして、ナゴルノカラバフで割と融和的な姿勢を示すと、もう政治家としてやっていられないというようなことが、まあ、ありまして、で実はその第2、第、
1代のロベルト・コチャラン大統領というのは、まあ、ちょっとそのナゴルノカラバフと融和的な姿勢を示したがためにまあ、失脚をしまして、で第2代第3代の大統領は共にナゴルノカラバフ出身の、まあ、ロベルト・コチャラン大統領とセルジ・サルキサン大統領という方だったんですね。でずっとそのナゴルノカラバフ出身者、つまりアルメニア人にとっては国際法的には外国人にあたる大統領が、まあ、アルメニアを支配していたわけなんですけれども、2018年にパシャニャン首相がクーデターで、まあ、政変でですね首相になりまして、で、まあ、パシャニャンはカラバフとは関係のない人だったので、まあ、アゼルバイジャン側はこれで少しアルメニアが融和的になるんじゃないかということを期待したんですが、まあ、実はそんなことはなくてですね、ナゴルノカラバフに行ったりですとか、ナゴルノカラバフに、まあ、アルメニア人ってこう割といろんなところにディアスポラがいる民なんですけれども、その海外のディアスポラをですねこう住まわせたり、つまりこう、移住させたりです。で、これっていうのは、まあ、国際法違反となります。で、またその、首都をですね、州都をですね、先ほどご説明したステパナケルトからアゼルバイジャンの心のふるさと、シュシャに動かすような動きなんかもこう示しまして、アゼルバイジャン人のこう苛立ちがものすごく高まっていたということがあります。そして3つ目が特に大きいんですけれども、トルコのアゼルバイジャンに対する全面支援があったということがありまして、紛争再発に先立つ9月22日には、国連の一般討論演説でこうアルメニアがその、まあ、この地域の不安定の障害になっているというふうなことをですね、エルドアン大統領が話して、まあ、アルメニアを批判したということもありましたし、まあ、7月以来ですね、こう合同軍事演習が置かれなされて、でトルコの、まあ、すごくこう真から の, 支援の体制がこう整っていたということが、まあ、あります。でまた、第4にロシアファクターが、まあ、あるかと思います。でもともとロシアは、アルメニアに近くてですね、第1次ナゴルノカラバ紛争でアルメニアが勝てた一番の理由というのはやはりロシアの支援だったわけですが、ロシアの求心力が全般的にこう落ちているということと、ロシアがパシャニャンをすごく不信感を持って対応してたということと、あと、まあ、近年ですね、アゼルバイジャンとトルコ、ロシアの関係が良くなってくる中で、ロシアの参戦がないだろうという予測があったということがあります。実はアルメニアはこうロシアと軍事同盟を結んでいますので、まあ、本来であればロシアが、はい、介入してくる可能性というのは極めて高いわけなんですが、まあ、そこはないだろうというふうに踏んだ、で、実際なかったということが、まあ、ありました。でちょっと補足的にはですね、あとベラルーシの抗議行動が、まあ、8月からずっと起きていて、でベラルーシは権威主義体制で、まあ、そのアゼルバイジャンも堅固な権威体制でして、で国民の不満が高まっているという状況がちょっと似ていて、で国民の不満を、まあ、ちょっとアルメニアに振り向けたかったということもあるのではないかと思いますし、またその欧米の混乱もあって、特にですねアメリカが大統領選挙にあったというのが非常に大きくてですね、ここで領土を奪還しても、まあ、あまり国際的な非難がないんじゃないかというふうに踏んだということもあるかと思います。で次に、紛争第1次第2次の相違点を見ていきたいと思います。まず地域大国の関わり方なんですが、第1次の時は、まあ、ロシアがアルメニア側を支援し、イランも補給などでアルメニアを支援した一方で、まあ、トルコのアゼルバイジャンに対する支援というのは、まあ、政治的な支援にとどまっていたということがあります。でしかし今回は、まあ、ロシアが中立的な立場を維持して、まあ、アルメニア領が攻撃されない限りは、まあ、集団安全保障条約に基づく参戦も行わないと、まあ、していたということがあります。またイランも紛争からの影響が波及することを恐れて、まあ、アゼルバイジャンを支持しまして、まあ、アルメニアに対して占領地からの撤退を要求していたということがありますが、まあ、イランメディアはちょっとアルメニアを支持していて、そこにちょっとずれがあったということがあります。でまたですね、トルコが非常に大きく関わっておりまして、政治的のみならず軍事的にも支援をしまして、まあ、トルコがシリアやリビアから雇い兵を大勢派遣していたとか、まあ、トルコ軍がアゼルバイジャンの戦闘を指揮しているだとか、まあ、トルコ軍がアゼルバイジャンのこう 無人機の操縦を担っているなどの、まあ、報道も出ておりました。ただこの点については一応トルコもアゼルバイジャンも否定はしております。
で次に、戦闘の内容が、現代戦に著しく変わったということがあります。特に、無人機、サイバー戦、情報戦という3つの論点になるかと思います。で、まず各種の軍用無人機、UAV が非常に効果的に使われました。アゼルバイジャンが戦闘を有利に進めた最大の理由がイスラエルやトルコから購入した最新式の UAV です。で、旧ソ連式の、旧式、服用機、アントノフ2っていうのをですね、無人機に改修しまして、で、このアントノフ2っていうのも今、もうほとんど軍用には使われておらず、農薬散布などに使われているものなんですけれども、それを敵地に侵入させて、攻撃を誘発して、アルメニアの対空システムの位置を突き止めて、偵察ドローンで、戦力配置を配置し、把握しまして、で、それで攻撃を展開していったわけなんですが、またその位置把握には、アゼルバイジャン、宇宙の衛星も持っておりまして、その衛星情報も利用したというふうに言われています。で、位置を把握したところで、イスラエル製の自爆 UAV、ハーピー、トルコ製の上空滞在型攻撃 UAV、バイラクタル TV2 などを展開させてですね、で、UAV の脅威となる、短距離地対空ミサイルや対空砲陣地、地上部隊の脅威となる戦車などを排除して、で、その上で、地上部隊や、特殊部隊が進撃するという作戦を取りました。で、この地上部隊も、第一次の時アゼルバイジャンがボロボロだったんですけれども、最近は非常に訓練を重ねまして、特に特殊部隊はトルコとパキスタンで訓練をしていて、かなりその強くなっていたということもあります。で、次に、で、他方で、アルメニアもですね、UAV 宇宙を持ってるんですけれども、小型の、偵察用で数も少なくて、アゼルバイジャンのシステマティックに攻撃には歯が立たなかったというふうに言われております。で、アルメニアもですね、ロシアの、対空ミサイル S300 など高性能な対空兵器を持っているんですけれども、実はそれが今回 UAV には全く太刀打ちできないということが、明らかとなりました。で、アルメニアの防空システムの脆弱性が露呈されるとともに、ロシア兵器の限界を示すことになったとも言われています。ちなみに紛争再発後、アルメニアはですね、アルメニア人ディアスポラというのが世界にいっぱいいまして、かなりの人が大金持ちなんですけれども、アルメニアディアスポラから大量の支援が集まって、で、アルメニアの中にロシア軍基地が2つあるんですが、そのロシア軍基地から、戦闘機や兵器を調達したんですけれども、それはアルメニア軍が使いこなせなかったということも言われております。で、あとサイバー戦です。で、紛争再発直後から相互に多くのサイバー攻撃が行われるようになりました。で、サイバー攻撃においても、アゼルバイジャンが優勢で、アルメニア政府の公式ウェブサイトや主要インターネットプロバイダーなどが大きな打撃を受けて、アルメニア人のパスポートデータなどの個人情報も大量流出したということが、言われております。で、これがですね、両国のサイバー攻撃のものをですね、攻撃がどうだったかということを、リポーティッドフューチャーというものを使って分析したものなんですけれども、これく、あの、えー、9月の27日から戦闘が始まっているんですが、やっぱここからぐーっと増えている。で、こちらもアルメニアも同じくなんですね、9月の27日ぐらいからずっと増えているということで、やはりその戦闘と同時に、サイバー攻撃もお互い非常に行われていたということが、分かります。そして、3番目に情報戦です。で、両政府は自国のインターネットに情報統制を設けるとともに、激しいプロパガンダ戦を展開しまして、フェイク動画、フェイクニュースなども蔓延しました。また、SNS による情報戦というのも行われまして、この SNS については、在外アルメニア人が英語など多くの言語で多数の発信をして、国際的な同情を集めるなど、大きな効果を発揮したというふうに言われています。で、特にアルメニア系アメリカ人女優のですね、キム・カーダンシアンなど、結構アルメニア人ディアスポラには有名人が多くてですね、で、そういう人の、SNS は特に世界から注目を集めたというふうに、言われております。で、そんな中でですね、非常に、戦闘は困難を極めまして、停戦も難しい状況になっておりました。で、10月
10日18日にはロシアの仲介による人道的停戦、10月26日にはアメリカの仲介による人道的停戦が行われたのですが、まあ、すべてすぐに破綻を増しまして、10月30日の民間人を意図的に標的にしないという合意もすぐに破綻しました。で、11月2日には、まあ、両国がクラスター爆弾を使ったという報告もありまして、国連人権弁務官が両国に対して、まあ、戦争犯罪認定を警告するということがあったんですけれども、まあ、この陰でですね、実は密かにロシアのラブロフプラン、ロシア外相のラブロフプランというのが示されたというふうに言われています。で、公にはその存在を否定されているんですけれども、まあ、その行使というのは、まあ、アルメニアの占領地域とナゴルノカラバフからの段階的撤退、あとカラバフのアルメニア人の安全を守ることを目的としたロシアの平和維持部隊の派遣という内容になっていたそうです。で、しかし、まあ、アゼルバイジャンはですね、そのロシアの平和維持部隊を絶対拒否するということで、まあ、10月9日、10日に、まあ、アリエフ大統領が明確に拒否をしたというふうに言われています。で、そんな中でですね、突然の停戦というのが、10月10日に起こります。で、しかしちょっと伏線がありまして、まず、11月9日にアゼルバイジャンが、シュシャを制圧しました。で、先ほど地図でご説明した通り、シュシャというのはアルメニアが戦闘を続ける上で重要な補給路なんですね。で、そこを断たれると、まあ、アルメニアがも側はもはや降伏しかないということがあります。で、また同じく11月9日に、実はロシア軍のヘリコプターがアルメニア領内でアゼルバイジャンに誤射されるという事件が起きました。で、これで2人死亡、1人負傷したわけなんですが、じゃあこの誤射時点でロシアがですね、ラブロフプランを受け入れるようにアゼルバイジャンに迫ったのではないかというような憶測が持たれています。で、つまりここで受け入れれば、まあ、ロシアはアルメニア側に参戦しないが、まあ、ここで、まあ、受け入れなかったらロシアがどうするか分かるよねというようなことを、まあ、迫ったというふうに言われています。で、その翌、11月10日にアゼルバイジャンはロシア軍のヘリコプターを撃墜したことを謝罪して、まあ、保証もすると発表しまして、で、まさにその日に、停戦合意が、まあ、達成されまして、モスクワ時間午前0時より完全な停戦を、宣言する文書に、3大統領が、署名をするという運びになりました。で、ナゴルノカラバフ停戦の、内容というのは、ここに、示した9点のポイントになるんですけれども、まあ、ちょっと重要なところもかいつまんで、まあ、いきますと、まずその、まあ、要するにアルメニアは占領地を全部アゼルバイジャンに返すということと、で、ナゴルノカラバフの中で、まあ、アゼルバイジャンが取っているところについてはアゼルバイジャンが取るということ、そして、残ったナゴルノカラバフの領域には、ロシア軍が、まあ、展開して平和維持部隊を、展開してですね、5年間平和維持部隊を展開した後、その後についてはまたその時に考えるということですね。で、あとトルコと、ロシアが共同運営する平和維持センターが、まあ、できるということが、まあ、あります。で、そして、まあ、避難民などが、まあ、平和的に戻れるようにするということ、あと捕虜、人質、その他拘束者と、遺体の交換が行われるということと、あとですね、重要なのは、次、多分地図見ながらお話しした方がいいと思うので、次の方に行きますが、両方の道を新しく作るということになりました。で、先ほどご説明したように、ステパナケルトに至るためには、まあ、この道がとても重要で、シュシャを今まで通ってたんですけれども、シュシャは今回アゼルバイジャンに返されることになりましたので、ここステパナケルトに至るためには、別の道が必要となります。で、そこで新しくこの紫色の道を作ることになりました。で、ここについてアゼルバイジャン領を通るんですけど、ここについてはアゼルバイジャンがこう譲るという形で新しい道が作られます。そしてもう一つ、その代わりにという感じになりますけれども、アゼルバイジャンの飛び地のこのナヒチェバンを結ぶ、ここの道ですね、このオレンジ色の道、これも新しく作られることになりました。で、ここはアルメニアが譲る形になります。で、このアルメニアが譲って、そうするとアゼルバイジャンが陸続きになる。これまではこう空路か、まあ、イランをこう経由してという形でしか、まあ、行かれなかったわけなんですが、そういうことで、まあ、一応その両方がですね、こうそれぞれに自分の、飛び地に向かうための補給路を得たということに、なります。で、そしてですね、こう、
もともとあのアルメニアにはこうギュムリとエレバンに、あのロシア軍基地があったんですけれども、今回そのナゴルノカラバフにも、また、平和維持軍が入ることになりましたので、また新たに、まあ、ロシアの軍事的プレゼンスが増えるということになりました。で、 あとですね、ここの先ほどご説明したこの、ナゴルノカラバフとナシチェバを結ぶこの輸送路については、あのロシアの FSB が、平和維持をするということになっております。そして、双方の死者数っていうのは、まあ、最初ですね、アゼルバイジャン発表してなかったんですけれども、12月3日に発表しまして、そうしましたら、相当な死者数が出ていることが、まあ、分かりました。まあ、双方も3000人に近い形で、で、まだその行方不明者もいるということで、まあ、非常に大きな打撃を双方受けたということになります。で、次にちょっと国際関係を見ていきたいんですけれども、実はそのナゴルノカラバフをめぐる国際関係というのは結構複雑 で、まあ、アゼルバイジャンとアルメニアのこう味方っていうようなあの国を考えると、まあ、例えばこうアゼルバイジャンですとトルコ、イスラエル、ウクライナ、パキスタン、イランなどがこう主だったところで、まあ、イランは以前は違ってたんですけれども、今回はまあアゼルバイジャン側につくと。で、まあ、ちなみにイスラエルとトルコは先ほどご説明したように、あの非常にこう有力な武器をアゼルバイジャンに提供してたわけなんですけれども、まあ、それに、まあ、アルメニアが起こりまして、あの今回アルメニアがですね、あのイスラエル大使を召喚するというようなこともありました。で、アルメニアは、ロシアと軍事同盟を結んでいるメンバーなんですけれども、今回ロシアは、CSTO、 あのその安全保障条約機構であるにもかかわらず完全中立の立場をあの貫きました。で、ちなみにですね、あのこれまでその提唱になっていたのは OSC ミンスクグループというグループなんですけれども、まあ、これロシアと、まあ、このアメリカ、そしてフランスがあの共同議長だったんですけれども、じゃあ全部あのアルメニア B 機だったんですね。というのはアルメニアとフランスにはアルメニア人ディアスポラが多いということがありまして、あとシリア、レバノン、UAE もアルメニアに今回あのサポートをしていたというふうに言われています。で、ちょっと今回の結果をこう簡単に考察していきたいと思うんですけれども、まあ、誰が勝者かというようなことをまあ考えると非常にこう難しいところでして、で、まあ、あのそれをちょっと詳しく見ていきたいと思います。で、まあ、アゼルバイジャンにとってはプラスもマイナスもありました。で、まあ、プラスというのはやはり勝ったということで、まあ、それにはこうテクノロジー、トルコのまあ軍事支援とアドバイス、アゼルバイジャンのこう NATO の戦術の研究、特にこうアフガニスタンにおけるアメリカの戦い方を研究したというふうに言われています。で、またあの特殊部隊の活躍などがありまして、で、またそのまあ勝ったという喜びに国民が湧いたということがあります。で、まあ、特に都市の主者を取ったっていうのが、まあ、すごく大きくてですね、それを取り戻した11月8日を毎年勝利の日にするということにもなりました。で、そしてナシチェバンとの陸路を得られたというのも非常に大きくて、まあ、今後ですね、鉄道、あの、敷設も行っていくということになっています。しかし、マイナスとしては、まあ、かなりの死傷者、負傷者などが出てきたということと、まあ、ロシア軍の駐留を違法だとする批判というのが出てきております。というのは、こう、アゼルバイジャンの法律で、まあ、禁止されているということが、まあ、あるんですね。で、また、なぜ全部の領土を奪還しなかったのかということもあるんですけれども、まあ、この点については、まあ、あの、アゼルバイジャンがですね、権威主義を維持するために、こう、問題を残したかったということも、まずあると思うんですけれども、まあ、それと、先ほどお話した、あの、ヘリコプター、あの、5社の問題が大きいと思います。で、また今後ですね、こう奪還した領土をこう再建して、もともといたこの出身者の人たちをこう返していくっていう問題もあるんですけれども、まあ、地雷除去の問題とかもすごく深刻ですし、まあ、焼き打ちされた場所をどう復興していくのかということが非常に今後大変な問題になってきます。で、他方アルメニアはまあ完全なこう負けなわけなんですけれども、プラスとしてはまあかろうじてナゴルノカラバフ州とスパナケルトを含む約 60% を維持できたということがありますが、まあ、非常にこう国民がまあ今政権に怒っていて、まあ、辞任すべきというような声も非常に高まっています。またディアスポラも起こっていますし、難民が多く発生してしまって、その彼らの生活をどうサポートしていくかということもあります。で、残ったナゴルノカラバフ領の再建ということもありますし、またその軍ダメージが大きかったので再建する必要、そしてまあロシアに裏切られたという気持ちで、まあ、どうやっていくのか、またさらにですね、トルコとアゼルバイジャンの脅威がさらに深まったということもあります。
で、ここで結構議論されるのがロシアはどうだったのかということなんですけれども、ロシアもプラスマイナスありまして、まあ、まずその CSTO 加盟国でもなく、またその国内法でその外国軍の駐留を禁じているアゼルバイジャンに軍を置けるというのはまあプラスだったと。で、またその旧ソ連の未承認国家の中で唯一影響力を及ぼせていなかったナゴルノカラバフに影響力を及ぼせるようになったということもまあいいかと思います。で、またその近年いろいろ旧ソ連の中でいろいろなことが起きる中で、ロシアの求心力低下ということが言われていたのをちょっと奪還できたというのも大きかったですし、また OSCE ミンスクグループだったアメリカ、フランスを完全に出し抜いて、まあ、コーカサスから欧米を追い出したということも大きかったと。で、また避けたかったトルコの全面介入は防げましたし、またそのナヒチェバンのアゼルバイジャンの回廊をですね、まあ、ロシアもこう利用できるのではないかというようなプラス要因もあります。で、しかしマイナスとしては、例えば CSTO の EU を疑わせたということと、まあ、中立維持をしてしまったこと、アルメニアに対する裏切りじゃなかったのかというような議論が出ていましたし、またそのトルコの影響力を導きやすい状況を作ってしまったということ、あとロシアが仲介した2度の停戦が破られて、ロシアの影響力に疑問が出たということがありますし、またのアルメニアの防空システムが破られて、ロシア兵器の弱さというのがこう露呈されてしまい、まあ、それでですね、こうウクライナがこう結構今、アゼルバイジャン方式で、まあ、ロシアから、ね、いろいろ奪還できないかということをこう考えて、トルコと非常にこう緊密な軍事関係を結び始めたというのもちょっと厄介なことになっています。で、また停戦事務を出すにもお金がかかる、そこにまあそんな費用はないんじゃないかというような議論もあります。で、他方で大きな勝利と言われているのがまあトルコでして、で、自国軍の損失なくアゼルバイジャンの対象をこう導いたと。で、またその輸送路を得られたというのはトルコにもとても大きくて、まあ、結局トルコっていうのはナヒチェバンとつながっているので、その陸路で、まあ、カスピ海経由でいうことにもなりますけれども、まあ、中央アジアまでの陸路をこうずっとこう獲得できたということは非常に大きくですね、トルコのその地政学的な影響力というのは非常に高まったということがあります。またこう世界に、まあ、トルコの影響力を示し、まあ、アルメニアに対してもこう勝利をこうできたということもあります。で、また最近そのオスマン帝国の復興を目論むと言われるエルドアン大統領の野心も満たしたと言われています。で、またこうウクライナなどとの軍事協力の、まあ、きっかけも得られましたし、非常にこうトルコにとっては良かったと。まあ、ただ唯一心残りなのはアゼルバイジャンの平和維持軍の派遣が許されなかったということなんですが、まあ、平和維持センターをロシアと共同運営できるということで、まあ、良かったかなということかと思います。で、しかしこう、まあ、ちょっと時間がないので端折りますが、アメリカとまあフランスについてはまあ完全にもう敗北というような感じで、特にフランスについてはですね、11月末にフランス上院がナゴルノカラバフ共和国、しかもこれまだ地位未定なんですけれども、これを承認する決議案を出してしまって、まあ、もはやもう中立を完全に失ってしまってですね、まあ、仲介者としての資格に疑問を出てしまったということがあります。で、イランですけれども、イランもちょっと負けたっていうようなことが非常に言われていまして、で、イランはこうアゼリ人が非常に多いので、アゼルバイジャンとの関係やはり重要なんですけれども、まあ、メディアはずっとアルメニア支援をしていたということもありますし、またこうイランはこうあまりトルコと関係が良くないわけですが、まあ、今回の紛争というのはイスラエル、トルコの勝利とも言える状況というのがあります。で、またナヒチェバン、アゼルバイジャンの回廊が開通してしまうと、今までこうアゼルバイジャンがこうイラン経由でナヒチェバンに送っていたものとかがその通路っていうのが不要になるので、こうアゼルバイジャンにとってのイランの重要性っていうのが、まあ、落ちてしまうということも懸念されています。で、またこうイランとしてはやはりちょっとこれで不安定な状況になったということで、イラン北部に、まあ、軍を非常に展開したり、非常にピリピリ感が強まっているということがあります。で、まあ10月、つい先週になりますけれども、12月10日にアゼルバイジャンはこう戦勝パレードをしまして、で、まあ、トルコから、まあ、エルドアン大統領が来まして、あとトルコ軍も来たんですけれども、まあ、2783人というアゼルバイジャンの死者と同数のトルコ兵を、まあ、連れてきての、まあ、非常に大規模な
あのことをやりました。で、あのアルメニア側から奪ったあの戦車などもあのこう見せたりですとか、あとあのこのあのここにあるこうあの 絵ですけれども、これはカラバフアゼルバイジャンであるという意味のアゼルバイジャン語なんですけれども、じゃこの黒地のバックにあるこう白っぽく見えているところ、これはですね、実はアルメニアの軍用車から奪ったナンバープレートで非常に象徴的な絵となっております。でこの中で非常に、まあ、トルコの勢いが、まあ、加速していてですね、で、まあ、トルコが、まあ、新たな地域協力の枠組みを、まあ、作ろうというようなことを言い出したりですとかあのしておりまして、まあ、トルコの影響力は非常に大きくなっています。でしかし、まあ、停戦を揺さぶる実情というのも、もうあります。であの概してですね、あの停戦は守られていて、で割とそのいろんなあのこう難民負傷兵、遺体の移動などでは、みんなが協力したりということもあるんですけれども、まあ、雲行きが怪しい側面としては、実はまあ11月26、12月8日、12月11日から13日にかけては、こう若干ですね、あの停戦違反というのが起きていて、まあ、特にその一番最後 の11日から13日のものについては、アゼルバイジャン人4人が亡くなったりということもありまして、まあ、必ずしもまあ安定的には、収まらないだろうなというような予感をさせてしまうような実情もございます。でここでまあ現状のまとめなんですけれども、まあ、あの戦争で取られた領土をまあ取り返すような非現代的な結果となりました。で国際社会は停戦を歓迎するのみで、まあ、武力による奪還には沈黙しているというところが非常にまあ興味深いわけなんですが、まあ、本来国際法的にはアゼルバイジャン領であるあの場所を取り戻したという事実もあって批判もしにくいですし、まあ、凍結された紛争を放置した国際社会の責任ということもあって、まあ、あの批判しにくいのだろうかということを考えるわけなんですが、まあ、戦争による領土の奪還という方法がですね、今後あの新たな現実とならないことにする必要があると思います。でまた大きく変わった現代戦の意義というものも考える必要がありまして、まあ、今回アゼルバイジャンの戦闘方法を見て結構いろんな国が刺激を受けて、まあ、UAB の、 あの活用などにとても熱心になりつつあるということも聞いております。でまた地政学的なあの勢力地図に大きな影響が出ていると思われまして、今トルコの影響力が拡大するのはまず間違いないと思うんですけれども、まあ、ロシアの影響力はどうなってくるのかとか、ロシアとトルコの関係はとかですね、まあ、あと間違いなくこう起こりうる欧米の影響力低下、またそれをあの周辺で見ている旧ソ連諸国への影響などいろいろなところを見ていく必要があると思っております。で他方で多くの残された問題というのもあります。であの難民の問題とか、まあ、その亡くなった方のこうケアとか、あとその文化建造物の保存の問題っていうのもあるんですけども、一番大きいのはナゴルノカラバフの地位の問題が先送りされて紛争の火種が残ったということです。ですので、まあ、今のままですとまた紛争がこう勃発する可能性が高いことが言えます。ですので、まあ、早期に国際社会、地域大国などがコミットする形で、まあ、双方が納得できる合意点を見出して問題の完全な解決を成し遂げる必要が、まあ、あるかと思います。まあ、以上すごくあの早口で申し訳なかったんですが、発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。